皆さんご機嫌いかがでしょうか。剣心殿がとうとう旅立たれました。旅立ってません。今回も信長の野望展望、楽しんでいきましょう。敵城を制圧しました。タルコです。霊夢です。よろしくお願いします。敵将、捕らえたり。捕らえたらすぐに首と胴体を離れ離れにするのやあんた何いきなり無慈悲極まりない発言してんのよ。あ、雪村殿たちを呼ぶつもりだな。甘い。は？甘いわよ、ライム。霊夢。ケーキを頬張りながらお汁粉すくって蜂を食べるようなものよ。蜂は食わないけどな。蜂蜜な。あんた心が前行ってみなさいよ。やられる前にやれ、それが鉄則じゃ。やまれつける必要はなきにしもあらずよ。は？今日は特別に心構えの歌バージョンを教えて死んでようぞ。歌バージョン？そうよ。聞いてびっくりしなさんなよ。やるならば、やらねばならぬ、何事も。は？は？ちょ、おま、それ。なせばなる、なさねばならぬ、何事も。の歌をパクっただけじゃねえのか。ちょっと。あんた私の文学思想に疑問すれごらんすか？いやいや、それより政宗殿たち呼んだ。反論したらまたひねくれるからな。はい。いやいや、こっちの話だよ。そうそう、直家殿が言っておったな。島漬けを勧告せよと。そうでしたな。話が違うんじゃありませんでごわすか。直家殿。どうやら無理みたいですな。なんたることや。雪村殿たち、まだ府内館に到着せんのう。ぎょい。あれ、あんたどっか攻めるの？まあね。サドララ城をもらうぞよ。なるほど。そこはもう我が領地ですぞ。マリカ。ぎょい。
これが領地の境界線ですな。ふむ、そうであったな。誰かに誘導したぞよ。ほう。あれ？桃木殿が任務から帰ってきたのでしょう。そうだったか。あんた韓国の使者、出してたんだな。まあな。即拒否られましたぞ。むむむむ。さすがは島津家、島津義久殿のよな。ぎょい。野壇にて返答すると言っておりましたな。ふむ、しからばこちらは大筒にて返答するまでや。将兵、今しばらくかかりそうですな。ふむ。おいおいおい、また古き良き殿、のりまき殿が去られたか。のりまさ。は？むは？とにかくありがとうござった、のりまさ殿。お疲れ様でござった。どうしたのや。え？は？おいおいおやっさん。静かに、イベント中。
どこへ行ったというのや。静かに。ま、覚悟はしておりましたがな。とうとう漂流されましたか、上杉謙信。後継者選びを。無論、影勝や。できれば親方様と共に天下を見たかったですな。知らん。は？わしゃ知らんぞよ。タルちゃん。今度は伊集院殿がお亡くなりに。なかん。は？全然悲しくなんかないぞよ。悲しくなんかないぞよー。タルちゃん。これは違うぞよ。飲みや飲み。目に飲みが入っただけや。チース割れますぞ、ゴミが入ったのですな。とにかく天下まであと少し、頑張りましょうぞ。すむ。おいおい、なんか士官希望者がたくさん来るぞよ。ぎょい。あ、また来た。
どうなっておるのや。あんたはもう少し精進するのや。そうするのじゃ。がもう、聞いたことあるなや。ま、よかろう。今度は何事や。なんか今回事件が多いですな。なるほどな。静かに。
ならば私も名を得たるこということか。は？おいおい、誰がこの女子らー。静かに。金継ぐ殿、また一段と大きくなられたようですな。ふむ。まあ、ここは祝ってやらなくてはなりますまい。御意にござります。主変更後の家臣の忠誠度は大丈夫そうですな。ま、血縁に継がせたからな。それより金継ぐ殿に祝い金2万円あげたいから200万くれない？なんで私があんたにあげるんだよ。しかも2万あげるのになんで200万なんだよ。差し引いた198万はどこに行くんだよ。無論、このタルコのサイズの中や。アホか。ささ、正宗幸村重金殿のご沙汰をせねばな。は？正宗殿、優遇しますなぁ。まあな。良きお考えですな。うむ。
下方、一度に複数与えることができるのやな。そのようですな。まさか、知らなかったとでも？知ってるに決まってるやない。そんなこと、わらわには常識中の常識よ。なんか動揺してるよね。これは視聴者さんにインパクトを与えるためよ。は？どうでもいいけどあんた与えすぎてスーパーマンみたいになってるぞ。はぁ、あ、は？ちょっと。は？あんた私のご沙汰に疑問すでござんすか。ま、ただ持っているよりは良いと思うがな。そうなのよ。期待しておりますぞ、正宗殿。頼みましたぞ。